ごちそうさま。あ、なんだ。電球が割れてる。ねえ、河川。ミーの夢、見てたよね。あれって。なんでもない。もう行こう。電球が割れていた。電球が割れていた。やっほー、よく眠れた？うん、よかったー。あとね、よいしょ、日記の解読が終わったよ。おお、あっという間だったね。君が寝てた間にね。でね、この日記なんだけど、河川のために書かれたものみたい。そうなの？ほら、見てみて。いや、河川、すいません。これを読んでいるということは、君は塔の近くにいるということだね。塔は捉えどころのない存在の領域だ。この存在はこの世界とつながっている。とりあえずは世界の魂として考えてもらって構わない。その魂に物理的な形態はないが、コンピューターや他の機械を通じてコミュニケーションを取ることができる。誰のことを言っているのか分かってるよね。君が救世主と共にここに来たとき、奴はすぐに君に接触してきたはずだ。独自の方法で存在は君たちを塔に導く。入り口は塔の基部にある。そして太陽だけではなく、以前まであった太陽の3つの欠片も必要になる。そこでは救世主は何もできない。だがその一方で、河川、君は床の模様を見るんだ。そしてただそれに従えばいい。窓が消えるだろうが、元に戻せばよい。これで終わり？残りのページは破られちゃってた。どこに消えちゃったか知らないよね。そっか。窓ってどういう意味なんだろう。ま、きっと河川が何とかしてくれるよ。そうだね。以前まであった太陽の3つの欠片ってどういう意味？ミーはこの太陽しか持ってないよ。あ、そうだよね。それはね、黄色の蛍光体を含んでいるものが必要っていう意味。ずーっと光ってるのよ。わ、それなら、ミー、琥珀と羽なら持ってるよ。2つとも黄色に光ってる。ん？ 2 つだけ？じゃあこれ、君にあげる。うん、サイコロ。あ、これって、私に似てるでしょ。うん、これは図書館から君への記念品ってことで。ありがとう。どういたしまして。もう準備万端って感じね。じゃあ頑張ってね。また説明してほしいな。以前まであった太陽の3つの欠片を持って塔の麓にある小さな部屋に行くように。あとは部屋に立ってれば、河川が床の模様とか窓で何とかしてくれる。これでいいでしょう。どういうことなんだ。窓っていうのは、おそらくならわかりますよね。おそらくウィンドウのことですよね。床の模様。このゲーム、もう鳥肌が立ち上がるわ。一体俺はどこに行けば小部屋に行けるんだろうか。なんだ、おならか。ねえ、河川、カフェってどこにあったか覚えてる？ああ、よかった。少しお腹が空いた。というか、すごくお腹が空いた。ここに来てからまだ何も食べてない。だから、塔に入る前に何か食べてもいい。パンケーキやるといいな。うん。まあ、いいでしょう。よいしょ。なるほど、ここで戻るんだ。種を戻しに行く必要は特になかったのかな。ここで戻るから。ちょん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 、うん。何なんだこの運は。さて、カフェは右下ですね。
それともイベントがあるから一発では解けない。いや、ここはアカペラっぽい。ほい。おお、帰ってきたんだ。エレベーターは修理できたかい？うん。河川と地表にも行ってきたよ。それでね。ここにカフェがあったのを思い出したんだ。パンケーキってある？もちろんあるよ。はあ、でもお金がない。お皿洗いとか何か手伝うからダメかな。いやいや、店からのサービスだ。救世主のためにこれぐらいはさせてくれな。さあ座って、すぐ作ってあげるよ。パンケーキ、うお、このパンケーキすっごく美味しい。本当にありがとう。おやすいごよさ、かなりお腹空いてそうだったからね。うん、塔に行く前に何か食べるなら今しかないと思って。ああ、なるほどね。それでパンケーキが君の一番好きな食べ物なのかい？ほぼ正解。世界で一番好きな食べ物はママが作る特製パンケーキ。ママはね、ヘーゼルナッツを砕いてそれを生地に練り込むのが好きなんだ。へえ、すごく美味しそうだ。本当にびっくりするぐらい美味しいよ。ミーが悲しくなっちゃった時にいつも作ってくれてたんだ。寂しくなった時もね。あと、ママ早く会いたいよ。急になんだか急に嫌な予感がし始めたんだ。ミーは本当に世界を救うためにここにやってきたのかな。太陽じゃどうにもならないってみんな言ってる。というか、なんでここにいるのかもわからない。ミーはただママに会いたいだけなの。よしよし、きっと大丈夫だって。それに君なら絶対世界を救えるよ。君は強い子だ。こんなに遠いところまで来られたんだから。だろ？うん。でもそんで全部終わったら故郷に戻れるんだろ。うん。ほら、もっとパンケーキ食べるかい？うんうん、大丈夫、もう平気。ま、そういうわけでさ、わざわざ来てくれてありがとうね。うん、いろいろ聞いてくれてありがとう。それにパンケーキも。どういたしまして。頑張ってな。パンケーキ。とは言ったものの、果たしてどこに行けばいいのか。とりあえず植物のところに行ってみますか。もしかしたら変わってるかもしれない。芽が出たっけか。まさかな。開いた。開いてる。今まで開いてなかったのに。ここには何かがあるはずだ。なんだ。おい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 、消すのか、ウィンドウ。嘘だろ、そんなあってゲームが成り立つはずないだろ。おい、バカだ、ここで消して成り立つはずないだろ。ここは塔の中。何か思ってたよりもすごく暗い。ねえ、太陽はどこ？河川、太陽がどうなってるかわかる？河川？え？
え、ニコ、おい、おい、おい、何が起きてる。アイテムが一つもない。床ってなんだよ。はあ。コンピューターがある。おい、こんばんはニコ。こんばんは。おめでとう。君は今塔の中にいる。今ミーに話しかけてるの？その通りだ。でも前まではいつも河川に話しかけてた。今どこに？河川はすでに去った。君に直接話しかけるほかなかった。え、じゃあ河川はいなくなっちゃったの？こんな急に。その通りだ。これからずっと？その通りだ。河川はすでに使命を果たした。そして君もだ、ニコ。え？さあ、休むといい。ここで起きたことはすべて悪夢のようなものだ。目が覚めると家に戻っているだろう。本当に？でも、どうした？もっといろいろやらなきゃいけないことがあると思ってた。塔のてっぺんまで行くのかなって。太陽を置くための場所があるのかなって思ってた。なのに今は太陽すら持ってない。しかも河川はいなくなっちゃった。こんなのおかしいよ。いや、よくやってくれた。君は世界を救ったんだよ、ニコ。嬉しくないのか？それは嬉しいけど、でもなんていうか。河川にさよならって言えなかった。おい、河川、君に関してだが、ここで終わりだ。この世界には二度と戻ってこないでくれたまえ。え？待て、なんだ。